鳳凰の方なので私だから相性ちょっと三角って本に書いてあったから鳳凰さんちょっと喋りがちょっと下手くそなところがあるので伝え下手はあると思いますが相性自体はかなりいいのでこの年末結婚すると思いますよ。私が破壊する星とか持ってるのかなみたいなことも聞いた。違います破壊で、ベースが星持ってるわけなんで急に細かいこと考えたりとか都合悪い話すると無視するんで本当に多いんですけど。僕はサッカー選手になりたいです。おーすごいすごい10歳ですという方。あらサッカーが大好きで毎日サッカーをして頑張っています、はい、日本代表になって活躍したいです。サッカーと同じくらいにゲームも大好きです。友達のゲームのわからないところを教えたりするのも好きです。ゲームの仕事もしてみたいと思っています。将来どちらもできますかという。どちらもは難しいと思いますけど、まあでもではゆうわさんを占いまして、鳳座か銀の鳳座なので一度決めたらずっとまっすぐなので、うん、でもサッカーやるのはいい星持ってますね。お、しかも数学とか理数系も強くなるので IT とかエンジニアの才能はありますので、うわ、どっちかどっちもいいね。で、今年決めた方に進みやすいので、そっか、もサッカー、プロサッカー選手って今理屈っぽい人多いので、うん、頑張れさんでパワーある人ももちろんいるんですが、どちらかというとゲームの作る方とかの方が多いかなと思いますけど、まあでも、ね、体鍛えれますから、とりあえず今サッカーを頑張りつつ、勉強も頑張って、両方やるように目指してください。なかなかね、どっちって今決めようっていう10歳難しいですよね。うん、でももう、でも、鳳凰ってすごいのは頑固だから、やれる、プロになるとか、日本代表になると思い込むと、徹底的にそればっかになるんで、うん、多分ゲームを全部やめて、サッカー一本にすれば、なんとかなる可能性ありますから。じゃ自分の気持ちのままに。そう、もうそれだけ、一個に絞るといいと思いますね。頑張ってください。頑張ってください。では続いてこの方、生垣さんです。はい、ありがとうございます。私は都内でタレントマネージャーをしている30歳です。2024年に転職して、今は新技術を使ってコンテンツを作る会社で働いています。困っているのは、仕事が楽しくて結婚があまり考えられていません。先日婚活パーティーで出会った彼とデートしています。彼はとても誠実で真面目、好奇心旺盛で一緒にいて楽しいんですが、優しすぎて私が振り回してしまいそうで相性が気になります。相手との交際を進める時期も気になります。私は明るくて元気愛嬌だけで生きてきたので人間関係もありがたいことに恵まれています。ただ刺激中毒で飽きっぽいのか好きでいたいが強いのか自分に原因があって恋愛が長続きした試しがありません。40代の自分に子育てという経験を残してあげたいので結婚はしたいです。先日お仕事で日本放送に行きましたが飯田さんとすれ違うことができませんでしたという方です。いや、この会えるなら占わなくていいんじゃないですかねえ、そうなんですか。ではでは、もしもし、生垣さん。はい、こんばんは。どうもこんばんは、ゲッターズ飯田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、日本放送来てたんですか。そうなんです。でも誰かに言えば占えるじゃないですか。いや収録とかで、そうなんですだったんですけど、まあ、飯田さんのことを知ってる人は実はプライベートでもう一人お友達がいて、なんか言ったんですけど、なんかお忙しかったらしくて会えなかったんで。絶対そいつ嘘ですよ、そんな。でも本当に前職で飯田さんにイベントに来ていただいて言ったので、本当です。あ、本当ですか。でもここで繋がってよかった。なおさら恨まなくていいですよ、絶対会えます。いや、ダメです本当にダメだったのね。明るさは伝わりました。今回はその彼との相性っていうのもまず気になるポイントですよね。そうなんです、ちょっとなんか鳳凰の方なので私インディアンだから相性ちょっと三角って本に書いてあったから、どうだろうと思ったんで、もうこれは電話で聞くしかないと。フィーリングではどうですか。すごい合ってて、なんでなんか何も心配ないんですけども、本を読んで不安になっちゃったって。なるほど。逆に、ね、でもご自身で書かれている通り刺激中毒というか。そうなんです、相手がやっぱりこう普通の会社員の方なので、私みたいなエンタメの仕事してるわけじゃないから、なんて言うんだろう、私が飽きないかも心配ですし、なんか相手も
やっぱ真面目な方だから、うん、どうだろう、なんかその普通のエンタメの会社仕事でしてる人と一般の会社員ってやっぱちょっと違うから どうかなと思って、ね、私自身はそうなんです、うん、聞きたいんです、はいはい、ではお二人占いまして、相性自体はすごくいいので、あ、よかった、彼の方が結婚願望は強いです。あ、もうめっちゃ感じます。それ多分付き合った時とかもうすぐ先のことを話したりとか、ほうさんちょっと喋りがちょっと下手くそなところがあるので、はい、伝え下手はあると思いますが、相性自体はかなりいいので、あ、今年2024年年末か、この年末結婚すると思いますよ。おめでとうございます。なので彼にそれをちゃんと伝えるの、ただ彼が気にしているのが、生垣さんの浪費が入っているので、やばいお金の使い方のチェックは意外と彼なんだろう、彼もなんか物とかあるんですけど、意外と小銭が好きなので、ちょっと細かいチェックはしていると思うので、そのあたり経済的な部分は少し、まあまあまあ悪いと言って、まあ、ちゃんと貯金してるよとか言っとけばいいだけなので、相性はいいので、大丈夫と思います。いいんですね。はい。あれ、お酒飲みますよね。飲みます。酒の席で、そうそう、生垣さんもお酒の星持ってるんで、乗りは良くなるので。で、彼、意外と気ちっちゃいので、プライド高いけど気はちっちゃいので、結婚するぐらいいいよって言われたって言うと、そうなの？じゃあ、とか言うと思うんで、じゃあしようっつって、もう全部決めてった方がいいですよ。なるほど。なんかそのお姉さんがいらっしゃるんですけど、はい、お姉さんが海外に行って、はい、で東京に来ることがあんまりないので、はい、なんか会えるタイミングにじゃあ会おうかって話になったら、なんか家族全員に会うことに今なりそうで、ちょっと今ビビっちゃってて。なんでビビるんですか。大丈夫ですか。なんかその私がやっぱそのあんまり長続きした恋愛がなかったっていうのと、なんか私がこうなんていうの、破壊する星とか持ってるのかなみたいなことも知ったっ。違う、破壊、ベースがアホな星持ってるわけなんで。めっちゃ笑ってんじゃん。ほぼ悪口ですよ。この前あの行ったんですよ、ま、あの神奈川の特集に来られたんですか。そうなんです、アホですって言われて、はあ、アホですもんね。まあ、いいじゃん、アホの方が好かれますから。でも続かなかったのは、秋っぽい一個入ってますけど、反発心っていう、なんか喧嘩したら謝んないとか、うん、急に細かいこと考えたりとか、あの都合悪い話すると無視するんで、喧嘩になると無視しますもんね。いや、うん、そこ無視する、まあ、無視とか時間が解決するやと思うんで、結果無視しちゃう、インディアンザに多いんですけど、無視しちゃうので、無視せずちゃんと話し合いをしようとすれば悪くなりませんので、わかりました。でも明るいから好かれるから大丈夫です、うん、業界の人は意外とコミュニケーション能力高いから大丈夫ですよ、うん、じゃあこのまま年末に向かって、はい、ください。頑張って日本放送来れる仕事だったら別にもう送らなくていいんですけど。お会いしましょう。会えなかったら本当に結構努力したんですけど、曜日が分かってない、曜日にこの曜日に来ないと。いや、それはさすがにあのタレントじゃないんです。おはようございますって入れますよ、大体。大体知ってるじゃないですか。怒られた、セキュリティ大変なんです。なかなか入れないもんで、すいませんね。つながってよかったです、はい、ありがとうございました。12月結婚でおめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。一組決まりましたね。はい、よかったです。何よりです。続いてこの方です。はい、お願いします。スーさん。はい、ありがとうございます。先日、3年前に別れた人から電話が来ました。電話の内容は、結婚してほしいでした。ただ、別れた時と状況は変わっておらず、もし付き合っても遠距離のままです。私が遠距離に耐えきれずに別れました。私が彼の方に行けば解決することなんですが、知らない土地でやっていくことに不安があります。婚活等行きますが、この人と思える人に出会えません。この3年誰ともお付き合いしなかったです。私が折れて元彼のところに行った方がいいのか、結婚したいなんて言ってくれる人なかなかいないよなという気持ちもあったりします。まあ、そうですね、男性から結婚しようってした時は、うん、ほとんどした方がいいですよ。なんて顔してるんですか。めったに本当は言わないんです。それは相当の覚悟で男の人は言ってるんで、まあ、なんか酔っ払って結婚しようみたいな感じではちょっと違いますけど、こんな風に真剣に言ってるのは結構考えてくれて言ってるので、スーさんと今彼の相性を見てるんですが、そうですね、この年末から運気いいので結婚するタイミングなんですよ。なので、これ、まあでも、今すぐ答え出した方がいいですよ。まあ、そういうこと、来週中に一回会ったら結婚すると思いますよ。
あ、会うタイミングが作れますかね。会えないですかね。距離にもよりますよね。そうか、距離にもよりますよね。でも彼から結婚しようはずっと思ってたことだったら信じてもいいと思うので、うん、そうですね。で、相性は悪くないし、今そのスーさんの中でこの人しかいないなと思うなら動いてもいいと思いますし、はい。あら、急展開ですが。うん、でも、でも会えるのかな、年内に一回会ったらそこで、ね、3年経ったらね、向こうの印象も変わってて、うん、あれ違うっていうパターンもあるので、一応、まあでも、今、ね、電話出てきますから、動画あるんで、一、はい、回それで話してみると感じでわかると思いますよ、うん。テレビ電話で。そう、テレビ電話でぜひやって、スーさんの自分の感を信じてみてください。はい。はい、ありがとうございました。ここまでのお相手は、ゲッターズ飯田と東島えりでした。ありがとうございました。